そうだ。そうだじゃないわ。そう、忘れてた。次のメンバーの宿題やるの忘れてた。あら。はい、明日のメンバーはズバリヤクボちゃんです。私のさ、ヤクボちゃん、私の後ヤクボちゃんのこと多くない？ヤクボちゃんってミオちゃんって呼ばれた方が嬉しいのかな。ミオちゃん、え、犬の絵描いとく。ミオちゃん、ええ、なんだろう、なんか考えて。あ、みっちゃんがいいんだ。でも呼んだことないから、み、いや、みおちゃんにしとく。呼んだことないから。な、何がいい？さゆりんごさんとの思い出。あ、いいんじゃないそれ。松村さんとの思い出。でも泣いちゃったらかわいそうだな。思い出聞かせてでいっか。聞かせて。リンゴの絵描いとこう。はずきより。みおちゃんへ、松村さんとの思い出聞かせてにしました。しました。はい、 OK。 というわけで、次に前回の配信メンバーさん、よこよ、じゃじゃじゃん、はずきさんからの宿題をやりたいと思います。みおちゃんへ、かわいいワンちゃん。松村、あ、ワンちゃんなのかな今。もしワンちゃんじゃなかったらどうする。ごめんなさい、ごめんなさい。かわいい子、松村さんとの思い出聞かせて。ハートリンゴ、ハズキヨリドル。かわいい、いっぱいかわいいの書いてくださった。嬉しい。松村さんとの思い出。そうだな、やっぱりこの間会った松村さんの卒業コンサートのことかなって思うんですけど、ブログにもちょいと書かせてもらったんですけど、始まる前にね、本当お忙しい中お写真も撮っていただいて、少しお話しさせてもらって、やっぱり入ってからもずっと私からすごく好きですって憧れですって伝えることはすごくたくさんあったんですけど、見返りを求めるとか求めてなかったですよ。本当にそういうつもりじゃないんですけど、やっぱりどうしても私からの気持ちが一方通行な感じだったので、だったんですけど、その卒業コンサートの前にお話させてもらって、すごく松村さんも泣いてくださったりだとか、そのコンサートの中に私をすごく、なんだろうな、ちょっと親衛隊の隊長って言って、なんだろうな、ありがたい場所に選んでくださって、なんか本当私は一方通行思いを伝えることもすごくそれだけで嬉しかったのに、まさか返してくださるなんて思ってなかったから、すごくすごくなんか嬉しかったし、そうやって後輩に対しても優しく返してくださる松村さんはやっぱり大好きだなって思います。すごいなんか言葉が下手くそになっちゃった、ごめんなさいね。伝わってるかな、伝わってなかったらすいません。本当になんだろうな、そういう素敵な方なんだよっていうのがまた改めて伝わったんじゃないかなって思います。ごめんね、ちゃんと喋ってるかな。そう、お卒業の日のにブログを更新させてもらって、ちょっと思いも書かせてもらって、で最後にショールームを松村さんが配信されてたんですけど、私それを見ていて見てたら、そのヤクボちゃんのブログ読んだっていう風に松村さんも言ってくださっていて、あー嬉しかったです。本当にありがとうございます。気持ち伝わったよ、だってありがとう。そう、そうそう、みんなも見てたかな、私も
あの大阪のあれですね、ツアーの日だったからね、タイムちゃんのラジオした後お風呂入りながらショールームさん見てましたね。うん伝わった、よかったなら、伝わってたならよかったです。ごめんね、あんまり上司じゃなくてね、本当にねえ、ありがとう、うん、いい先輩、本当にそうなんだよ青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。